はい、どうも皆さんこんにちは。今回は文房具を久しぶりに大人買いしてきたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。では、まあ、早速ですが、机の上にね、その買った文房具並べていきたいと思います。はい、こんな感じになっております。ペンの本数自体はそこまで多いわけではないんですけれども、この1本1本の値段が少し高めなペンが結構多いので、そちらの方をねちょっと楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。もともと買おうと考えていたペンもあったんですけれども、新しく発売されたペンだったり限定で、販売されているペンも置いてあったので、ついつい買ってしまいました。それではこちらの消しゴムの方から順に紹介をしていきたいと思います。こちらはシードのレーダーの50周年記念モデルですね。本当はこのシードのレーダーっていう消しゴムのこの50周年記念のやつはこんなでっかい箱になってて、で50色全部違う色の消しゴムが並べられて、売っているっていう感じなんですけれども、今回購入したお店では50色の中からこの、5色を、取り出して販売しているって感じで、5色5色って感じで売られていたので非常に買いやすく、こちら300円で購入することが、できました。まあ、50色もねこうやって置かれているとかなり買いにくいっていうか、値段もねかなりすごいことになるし、全部使い切れる感じもしないので観賞用とかになってしまうし、お店側もねなかなか売れないと思うので、まあ、こうやってねバラで売られているのはすごいいいことなんじゃないかなと思います。自分が選んだのはこのなんか渋い感じの色が結構並んでる部分で、結構自分こういう渋い色好きなので変えてよかったですね。で続いてこちらですね、ゼブラのデルガードのプラス 2C という多機能ペンでございます。とうとう多機能ペンにもデルガードシステムを搭載することになったのかということで、非常に、これを知った時は驚きましたね。ちょっと気になるので開けていこうと思います。こちら値段が1200円しまして、まあこの見た目の割には少し高めなのかなって感じなんですけれども、まあデルガードシステムが搭載されたということで、かなり期待できる商品なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。持ってみた感じ、結構軽めな、印象を受けました。でこちらのグリップの部分なんですけれども、あのさすがゼブラということで、ちょっとシャーボー X を連想させるような形状となっております。でこちらのシャープペンシルの部分にデルガードシステムが搭載されているという感じとなっていますね。大きな筆圧をかけるとこんな感じで引っ込んでくれるって感じですね。ああ、しっかりと引っ込んでくれますね。今のは斜めからの筆圧だったんですけれども、縦からの筆圧も十分耐えれるって感じですね。かなり軽い力で引っ込んじゃうので、ちょっと書き味とかは柔らかすぎちゃうのかなと、思った感じなんですけれども、まあ、ちょっとこれから書いていって、それでいろいろと思ったことをまとめて新たに動画を撮っていきたいなと考えております。はい、続いてなんですけれども、こちらですね、ゼブラのフィラーレウッドというボールペンを購入いたしました。こちらですね、高級感が半端ないんですよね。ちょっと早速ですが、開けて見ていきたいと思います。こちらはフィラーレウッドということで、木が使われております。こちらのグリップの部分見ていただければわかるんですけれども、非常に重厚感のある質感の天然のブナの木を使っているとのことですね。フィラーレのシャープペンシルは持っていたんですけれども、こちら1000円いたしまして、こちらのフィラーレウッドの方は2500円しました。結構値段もね違ってて、それなりのこだわりが感じられるペンとなっております。こちらのボールペンはツイスト式といって、こうやってグリップより上の部分をこうやってねひねると出てくるといった感じとなっているんですけれども、このツイスト式の他にノック式といって、これとかなり形状の似たグリップに木が使われているボールペンも
販売されています。そちらの方が1500円なので、こちらのツイスト式に比べるとやや購入しやすい金額となっているんじゃないかなと思います。でもちょっと形状とかをお店で見たところ、こちらの方がね美しくてかなり大人らしいペンとなっているので、こちらを購入しようと、決めました。ちょっとね近くで見ていこうと思うんですけれども、こちらの軸の部分もですねマットな加工がされていまして、非常に、重厚感があります。でこのクリップの部分はこんな感じでちょっと可動式になっているんですよね。そこは個人的にかなりプラスの評価となっております。でこちらの部分には、ヘアライン加工がされている部分がありますね。これのおかげでかなり高級感があります。こちら使っていくとかなり深みのあるツヤが出てくるんじゃないかなといった期待も込めて購入したので、楽しんで使っていこうと考えております。こちらの方も後々レビュー動画の方を撮っていきたいなと考えていますので、お楽しみにしておいていただけると嬉しいなと思います。続いてはこちらですね。まだ買ってなかったのかよと思う方もいると思うんですけれども、ペンテルのオレンズネロの 0.3 ミリを購入いたしました。こちらのペンはまあ知ってる方がほとんどかなといった感じなんですけれども、こちらペンテルのオレンズの最上位モデルとなっていまして、値段は3000円とかなりお高いモデルとなっていますね。こちらのペンはすごいペンテルの本気度が伝わってくるシャープペンシルということで、かなり話題を集めたシャープペンですね。そして人気 YouTuber のはじめ社長が紹介したということで、もうかなり長い間品薄状態が続いていまして、自分その時はあんまり文房具屋さんに行く時間がなくて、発売した後にそんな時間経ってない時にたまに文房具屋さんに行ったんですけれども、もう本当に品薄状態で全然売ってなくて、で最近ですがやっと店頭に並んで、ちょっと在庫もですねお店の方に、持つようになりまして、結構最近は簡単に購入できるようになったので、まあ、そのタイミングで自分も購入いたしました。パッケージの方からですねかなり、かっこいい感じとなっていますよね。オレンズネロ、反対から読んでもオレンズネロということで、こちらただのオレンズではなくて、書いている時に芯が出てきてわざわざノックする必要がないといったかなり、プレミアムなオレンズとなっております。ではちょっと長くなってしまったんですけれども、開けていきたいと思います。はい、こちらですね。あ、こんなところに取扱説明書が、本体開けていきますと、はい、こちらですね、オレンズネロとなっております。グリップの部分がですねかなりしっかりとグリップしてくれるんですよね。これただのデコボコかと思うんですけれども、こうやって握ってみるとすごい手に吸い付くような感覚となっていまして、この塗装がいいのかな、かなりいい印象を受けました。そこまでずっしりとしすぎず、かなり、手に持っていて書きやすいような、重量となっております。押したらカチッと出てきて、書いていけるというわけですね。使い終わった後はこのようにしっかりとグッとやってからしまうことでガイドパイプが収納できるので、ちょっと最初ねびっくりしたんですけれども、かなり変わったペンとなっております。まあ慣れていけばね簡単に使えるようになるんじゃないかなと思います。こちらも使っててレビュー動画上げていきます。続いてはこちらですね、ユニのピュアモルトジェットストリームインサイド4&1 のネイビーでございます。ちょっとこれ取っていきますと、こんな感じですね。ジェットストリーム 4&1 というね、こちら自分が愛用してきた多機能ペンがあるんですけれども、そちらのこちらのグリップの部分がこちらピュアモルトといって、ウイスキーの樽から削り出した木を使った、モデルとなっていますね。そしてここら辺の、金具の部分も黒色になっていたり、かなり落ち着いた印象を受ける
上質な多機能ペンとなっております。機能自体はこちらのシャープペンシルと赤、緑、青、黒のジェットストリームのボールペン 0.5mm となっていて、機能自体は変わらないんですけれども、こんな感じでね、見た目がかなりガランと変わったペンとなっております。こちらは限定色となっていまして、ネイビーとなっております。いつもはここ黒しか売ってないんですけれども、今限定で販売されているのはこちらのネイビーという色と、カーマインといってね、ちょっとピンクをかなり渋い感じの色にしたといった色になっているんですけれども、どちらもね、非常に落ち着いた感じで上質なデザインとなっているので、結構迷ったんですけれども、自分はネイビーにしました。本当に文句のつけどころのないようなデザインとなっていて、非常に満足できるペンですね。こっちのジェットストリーム4&1は1000円なのに対して、こちら2000円となっているので少々お高いんですけれども、まあその分愛用して使っていけるんじゃないかなと思うようなペンとなっております。はい、最後なんですけれども、ちょっとすごいキラキラ輝いちゃって眩しいんですけれども、ペンテルのケリーですね。こちらの、東海地方限定モデルを購入いたしました。こちら左からターコイズブルー、そしてプレミアムレッドで、最後に、スケルトンケリーとなっております。まあ、ケリーって言ったらかなり最近は限定色をたくさん出しているというイメージがあるんですけれども、その中でもかなり独特なのがこちらのスケルトンケリーですよね。こちらのですね、中身の部分が、スケルトンとなっていまして、内部の構造が見えるといった感じとなっております。こんな感じでですね、ノックをするとバネが動いてですね、かなり美しいですよね。なんかメカニックな感じがして、それはそれで楽しいんですけれども、それに加えてこの内部がすごいシンプルなおかげで、かなり美しいモデルとなっております。そしてこの3本に共通して言えるんですけれども、こちらペンテルのケリーの、発売当初の1971年の発売当初のペンテル5という、ちょっと見にくいのでこっちにしますけれども、ペンテル5というロゴが刻まれていまして、非常にマニアックな限定モデルとなっていますね。でこちらがプレミアムレッドですね。開けていきますとこんな感じで、このまた深い赤色っていうのがたまらないですよね。で最後なんですけれども、こちらのターコイズブルーとなっていますね。こちらもですね、いい色してるんですよね。本当に絶妙な色っていうのがまたたまらないシャープペンシルでございます。ちょっとお高くて、こちらは1500円となっているんですけれども、こちらのスケルトンケリーだけ1800円となっていまして、ちょっとねプレミアムな感じとなっていますね。東海地方限定ということで、そこまで全国的に展開している限定色ではないので、ちょっと購入は難しいところも、まあ、あるんですけれども、まあ、購入できてよかったんじゃないかなと思います。こちらが、まあ、一般的に販売されているケリーなんですけれども、こうやって比べてみますと、またね違った良さがありますよね。やっぱりこういう限定色とか見ていると本当に目を奪われるような感じがしますよね。はい、そんな感じで、今回は文房具の大人買いパート7をやってきました。もともと大人買いシリーズもパート7まで行くということで、結構大人買いしてきたなという感じなんですけれども、結構こちらのシリーズはね好評でございまして、かなり自分的にもこのシリーズは好きなので、これからも大人買いというシリーズはね、やっていきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。